山崎は JCA 時代ほぼ皆勤賞で、欠席者の多いタップダンスの授業では相方の柴田が教室のドアを開けると校長とマンツーマンでタップを踏んでいたことがある。若手時代は松本人志のようなキャラに憧れて、あまり喋らず口を開くと面白いことを言うような芸風をしていたが、元のキャラクターとのギャップがありすぎて生活に支障が出始めたのでやめた。ある日のライブから急にハイテンションキャラに変貌し、相談すら受けていなかった相方をも驚かせた。山崎はゴルフが趣味で、ゴルフに関してはすごい真面目で、お笑いにできないといい、アメトークのゲスト席を断っている。山崎は中学生時代、友人の指摘でバオが割れていることに気づいた。医者からは、喋れば喋るだけ割れていくよと言われた。娘が生まれた時には真っ先に顎を確認し、綺麗に割れているのを見て安心した。